らっしゃいませ。何名様ですか？お、リラちゃん。え、マジで？リラちゃん帰ってきたの？そうよ、今日から復帰なんだって。ご心配おかけしました。いや、そんなの全然いいって。よかった、また会えて嬉しいよ。うんうん、やっぱりリラちゃんとリシェちゃんが揃ってこそのカルメラって感じする。皆さんそう思いますよね。リラちゃんってば、戻っても大丈夫かなってずっと心配してたんですよ。だってずっとお休みしてたから、そんなので戻ってもって思って。みんな待ってたんだから、そんなに気にしなくていいんだよ。いやー、本当に嬉しい。リラちゃんに席に案内してもらうの久しぶりだよね。嬉しいな。ほらほら、お客様をお席まで案内してください。はい、こちらです。リラちゃん、注文お願いします。おいおい、もっと先に注文しとけよ。こんにちは、お兄ちゃん。今日はなんだか賑やかです。シエルちゃん、コロンちゃん、二人も来てくれたんだね。あ、ミラちゃんの姿はもう見た？はい、見ました。やっぱり二人が一緒にいる方がいいですね。私もそう思います。リラ先輩もニコニコだし、なんだかとっても嬉しいですね、ポムちゃん。せっかくなのでリラ先輩に注文をお願いしたいです。あ、シエルちゃん、コロンちゃん、こんにちは。庭坂先輩、アルバイト復帰待ってました。はい、それで私たちの注文もリラ先輩に取ってほしいです。え、そんな別に私じゃなくても。そうなんですか。私も嬉しいです。私もまたリラちゃんと一緒で嬉しいな。それじゃあ、二人のご注文は？私はうさぎパフェとパムちゃんのおやつをお願いします。私は米粉ロールケーキとカフェラテをお願いします。はい、うさぎパフェ、米粉ロールケーキ、カフェラテ、パムちゃんのおやつ、それぞれ一つずつですね。はい、お願いします。あと、それと、まだ注文あった？せっかくリラ先輩が戻ってきてくれたので、今後について復帰のコメントをお願いしたいです。コメント？わあ、いいね。やっと復帰できたことだし、みんなの前で改めてご挨拶しよう。そんな、コメントなんて、私、そういうの、その。え、何、リラちゃん。何言うの？復帰後のコメントです。そうなんだ。
何言うのリラちゃん。お休みしてた分頑張らないと。リラちゃん戻ってきてからすごく頑張ってるもんね。お客様もそう言ってたよ。それはみんなに迷惑をかけたから当たり前のことをしているだけで、でもそう見えているなら嬉しいです。頑張ってる姿を見てくれている人がいるのは嬉しいもんね。はい、ありがとうございます。それにしてもリラちゃんが復帰してから特に忙しくなってる気がするわ。みんなリラちゃんを待ってたのかしらね。それわかります。お店が終わった後のやりきった感みたいな。うん、私もわかるかも。そうね、その充実感はいいけど忙しすぎるのは問題よ。だからたまには息抜きも必要だと思うのよね。息抜きですか。でも急に言われても何をしたらいいのか。ふふふ、ちょうどいいことがあるのよ。ちょうどいいことですか。ええ、明日うちの神社でお祭りがあるの。せっかくだから息抜きに行ってみたらどう。お祭りか。確かに息抜きにちょうどいいかもしれないですね。お祭り。あ、リラちゃん、明日は店長さんとお祭りに行ったら、きっといい気分転換になるよ。そんなお店もあるのに無理だよ。それに店長だって迷惑かも。あ、そういえば明日のシフトは夕方までになってた。そういうわけだったんですね。ええ、その通り。だから別に何も遠慮することはないのよ。それにリラちゃん復帰してから毎日お休みなしでしょ。せっかくだから二人で行ってらっしゃいな。それじゃあ一緒に行きたいです。
とう。あの、お待たせしました。ごめんなさい。あの、浴衣着るのに手間取って。あの、人が多そうだから本当は一緒が良かったけど。はい、行きましょう。お店いっぱいですね。どこから見ようかちょっと迷います。それも楽しそう。あそこ、
でも、もらってもいいの？あの、ありがとう、扇沢くん。ふかふか。帰ったら、ちまきちゃんに見せてあげなくちゃ。だったらいいな。扇沢くん、本当にありがとう。リンゴ飴食べたい。はい。はい。いつもより美味しそうで、ちょっと食べ過ぎちゃう。本当だ。あの、後でたい焼きも食べたい。うん。うちにもないし、連れて帰ってあげられないから、かわいそうかも。うん、ちまきちゃんのお土産も買ってあげたいし、見たい屋台もまだまだあるから。聞きたいこと？忘れちゃったのかと思ってた。もうずっと前だし、一度きりだったし、私だけが覚えてるのかなって。ずっと前にあったよね。あの時の豆大福、美味しかったよ、あさきくん。近くにお店があるのは知ってる。お母さんと行ったことあるとこかも。え？うん、お餅嫌い。あまり食べないから、いつもお正月だけで。
じゃあちょっとだけ。ありがとう。いただきます。本当はもっと早く気づいてて、前に二人で公園で新メニューのアイデアを話してるとき、言えなかったし、その時はまだ確信がなかったから。この前お見舞いに来てくれた時、豆大福を持ってきてくれて食べさせてもらった時に、思い出の味と同じだった。あさきくんのことを思い出したら、公園で会った時のこともたくさん思い出して。覚えてる？私、あの時、男の子にいじめられてて、それが、とても怖くて、だけど、何も言い返せなくて。泣くことしかできなかったら、あさきくんが来てくれたの。私のこと守ってくれたよ。喧嘩になったら、あさきくんがボロボロになっちゃって、でも必死に私を守ってくれたから。そしたら、いじめっ子はこれ以上怪我させたらダメって思ったのか、帰っちゃって。私、助けてもらったのに、ずっと泣いてばっかりで、お礼も言えなくて。うん。でも、あさきくんはずっと私に話しかけてくれて、泣き止ませようとしてくれて。お腹鳴っちゃったの、覚えてる？そうなの？あの時は本当にあんまり食べたことなくて、でも本当に美味しかった。この前持ってきてくれた豆大福、今は千里さんが作ってるけど、あの時と同じ味だってすぐに分かったよ。
その後のことは？また遊ぼうって。そうだったんだ。よかった。嫌われたんじゃなかったんだね。違うの。謝ってほしいんじゃなくて、私、本当に安心して。そうじゃないの。でも、私、小さい頃から引っ込み思案で。朝希くんが助けてくれた時みたいに、よく、いじめられてたから。だから、嫌われたのかなって、思って。違うの。私、すごく怖くて、朝希くんが、あの時の男の子だって気づいた時に、嫌われたのかもしれないって思っていたことも思い出して、また、嫌われたらどうしようって思って、そうしたら、言えなくなって。で、朝希くんはいつも優しくて、昔も今も私を守ってくれて、私は守ってもらってばかりで、何もできなくて。私も、朝希くんを助けられたの？朝希くん？時も今も助けてくれてありがとう。私、嫌がらせがあった時、昔のことを思い出してたくさん怖くなって、リセちゃんや千里さんや他にもみんないっぱい心配してくれて、それがすごく迷惑なんじゃないかって思って。でも、朝希くんは迷惑じゃないって、ずっと言ってくれて、ずっと心配して守ってくれて、すごく嬉しかった。一番怖かったのは、朝希くんと一緒にいられなくなるかもしれないって思った時で。うん、私、朝希くんに会った次の日からしばらく毎日公園に行ってたの。でも、会えなくて、辛くて。だから、ま
た会えなくなったらどうしようって思って、胸が苦しくなって。もう離れたくない。ずっと、アサキくんと一緒にいたい。その気持ちだったの？そんなお礼なんて。だって私も会いたくて。うん、信じて。私も朝希くんが好き、大好き。